そして篠田美穂の床の演技です。あの曲が大変凝ってますね。曲というよりね、よくね、あの篠田さんここまでイメージチェンジをしたと思いますね。もともとこういうね、あのそれを持ってたんでしょうけどね。この辺の振りは本当にユニークです、はい、あの専門の振付師がそうみたいですね。あのなんか非常に舞台でね、振り付ける方があの振り付けをしたということですね。ちょっとこうあのオリエンタルな感じのする曲ですね。そうですね。非常に表現力があります。篠田も足首を痛めてなければ最初はムーンサルトから入るんですが、今日は屈伸のダブルから入りました。二回ひねり。うまくいきましたね。本当にね、あの会場大きな拍手でしたね。9.9 万点の演技でした。何を言えばですね、はい、ジャンプ系列が面白くないです。あはは、もう少しジャンプを工夫すると、連続がね、ジャンプ3つしなくてはいけないというところ、もうちょっと工夫されたジャンプの連続があったら、これはもっともっと良くなりますね。だからこれでずっとね、篠田さんをしていくといいですよ、はい、篠田得意の床の演技でした。得点が 9.500 です。なかなかいい得点ありましたね。そうですね。